ミハイル・サウロビチ・ミッシャ・エルマンは、ウクライナ出身のバイオリニスト。情熱的な演奏スタイルと美音で有名であった。キエフ地方の乾村、タリノエに生まれる。祖父はクレツマーすなわちユダヤ教徒の音楽のフィドル奏者だった。幼少期に絶対音感が認められたが、当時の音楽家の社会的地位の低さから、父親は、職業音楽家としての行く末を案じていた。 ついに父親が折れて、小型バイオリンが与えられると、習い覚えた旋律を弾くようになった。その後、デッサの管理音楽学校に入学。アレクザンダー・フリードマンに学んだ後、サラサーテの推薦状を得て、ペテルブルク音楽院の入学審査を受けた際、パガニーニの起礎曲、第24番トビニャーフスキの競争曲を演奏し、レオポルト・アウアーに強い印象を残して、入学資格を得た。 1903年には資産家のパトロンの邸宅で演奏会を催すようになり、翌1904年にベルリンデビューではセンセーションを巻き起こした。1905年のロンドンデビューはグラズノフのバイオリン競争局の英国初演で飾った。1908年のカーネギーホールにおけるアメリカデビューにおいても聴衆を圧倒している。九百十一年からは単身アメリカ合衆国に、 移住。ロシア革命後は、ロシアに残った一家を、アメリカ合衆国に呼び寄せ、1923年に市民権を得た。1921年に初来日。1926年にはエルマン始終相談を結成するが、所詮は、エルマンの、エルマンによるエルマンのための始終相談でしかなく、活動は活発ではなかった。 1936年から1937年にかけてカーネギーホールで主要なバイオリン競争曲15曲をすべて演奏する5回のコンサートを開き絶賛を浴びる。1937年には2度目の来日を果たしている。1943年にはマルティヌーのバイオリン競争曲第2番を初演している。第二次世界大戦後は同門のヤッシャハイフェッツが バイオリンの帝王として君臨する中、エルマンは地味に、しかし精力的に活動を続けた。前世紀にはおよそ半年の間に107回もの演奏活動をこなし、レコードの売り上げ枚数は、優に200万枚に及んだほどであったが、戦後の活動は、往年の誠意にはとても及ばなかった。しかし、エルマンは意に介さず、レナード・バーンスタインなど戦後世代の音楽家とも、 積極的に共演した。1955年には3度目の来日を果たしている。エルマンは70歳を超えても引退する気はなく、生涯現役を貫いた。彼がいつまで演奏活動を続けるのか、その答えをエルマン自身が出す必要はなかった。エルマンの墓1967年4月5日、心臓発作のため76歳で死去。間近に迫ったリサイタルのために、 いつものように練習していた最中に突然倒れて、亡くなった。墓所は、ニューヨーク州のウェストチェスターヒルズ墓地。1921年の訪日の際、定撃を訪れたエルマン・エルマンは、ハイフェッツの静かなアクションとは、対照的な派手に動く弾き方をしていたと伝えられる。また、エルマンの奏でる、粘っこく、重厚で、 ビオラやチェロの響きを彷彿とさせる音色は俗に、エルマントーンとも呼称されているが、一説には、この呼称は、野村アラエビスが命名したものだと言われ、海外では、エルマンの音色について、あまり熱心には言及していないと言われている。そのアラエビス自身、名曲決定版の中で、エルマントーンを堪能するには、機械式吹き込みでも、電気録音でもダメだという趣旨の発言をしている。 音色に関しては、アウアーと似ているとも言われている。機械録音時代から、死の前年である1966年まで、長く録音活動も続けた、エルマンのレコードの中で聞くに値するのは、モノラル録音時代までとされており、ステレオ録音時代に残した録音は、難しいところではテンポを極端に落とすなど、技術的な衰えが甚だしく、いくつかの商品の録音以外で聞くことは、 おすすめできないものが多いようだが、アラムハチャトゥリアンのバイオリン競争曲など、比較的新しいレパートリーも録音している。ありがとうございます。